どうもよろしくです。今日はですねツーリングでもね行こうかなっていう感じです。天気いいんですよね。はい、そんな感じで向かっていくんですけども、今日のね目的はオイル交換です。はい、来週ねゴールデンウィークっていうことでね、まあ、今日ねオイル交換したかったんですけども、あと500キロね走行距離が足りなかったんで、今2500、600キロぐらいね走ってるんでね、はい、そろそろなんですけども、まあ、こいつねインジゲーターっていうものがありまして、そいつが光ったらまあ交換時期っていう感じにしてあるので、今変えるとね、まあ、ちょっとめんどくさいことになってしまうので、ちゃんとね、3000キロ走ってから変えようかなっていうところです。ということでね、無駄に走りに行くんですけども、今日向かうところは高知県ですね。はい、来週ねゴールデンウィークなんで大分とかね行くんですけども、まあ、ゆっくりね温泉入れるかわからないので、まあ、今日のうちにね、はい、ゆっくり入ろうかなっていうことで、高知の温泉に向かっております。はい、別府郷だったかな、まあ、別府みたいな名前なんですけども、まあ、そういうところの温泉に、入りに行くのと、もう一箇所はね、轟の滝っていう滝があるんですけども、どんなかなっていう感じで、そこもね行ったことがないので、まあ、見に行こうかなっていう、そんな感じです。まあ、目的の温泉にね近かったっていうのもあるんですけども、はい、まあ、轟ってついてるんででかい滝なんじゃないかなっていう感じで、見に行こうかなと思います。はい、まあ、以前ね同じ名前の、まあ、高知か徳島にある滝をね見に行ったこともあるんですけども、そっちはねかなりでかかってね結構良かったので、まあねこれから向かうところも、まあ、でかいね滝なんじゃないかなっていう感じで、向かっていこうかなという感じです。それではですね高知の方に最初に行くのは、轟の滝ですね。そちらに向かっていこうと思います。それではですね行ってみましょう。桜も終わってね新緑っていう感じになってきましたね。はい、いやいいですね。はい、まあ、桜はね終わってしまってるんですけども、こういうのもいいっすね。あ、こっちか。うん、上から行った方が良かったかもしれないですね。道が狭いんで対向車来るとめんどくさいですね。いや、上通ってたね。あの道から多分ここかな、通じてるのは橋が通ってるんでねもう普通に来れましたね。近こっちはまた辛いね。はあ、どうしよっかな。うまっあ、やべ、変なとこで止まったから、よいしょよいしょ。あー、マジかよあんなの通るの？マジで？バックすりゃよかったですね、あれは。ほんと変なところで止まっちゃダメですね。ところどころね、道を砂利で直してるんでね。滑りそうでなんか怖いですね。ここ、こっちですか本当迷いますよねっていう感じの場所ですね。この先は行けないみたいですね。あ、この辺でいいのか。
あー田舎ですね。田舎ですねっていう感じ。あー桜もここなってるみたいですね。もうちょっと早くね来ればよかったかもしれないです。桜もね見れたみたいなんで、じゃあまあ滝見に行きましょう。人が来ないみたいですね。マジかよ。轟の滝ね、帰ってきましたけども大変でしたね、下まで降りると。はい、まあ言うほどねそんなに長くはないので、まあ歩いてすぐじゃすぐなんですけども、勾配がねめちゃくちゃ急なんでめっちゃ大変でした。はい、まあとりあえずね行かない方がいいんじゃないかなってね。はあ、まあ迫力は確かにねあるんで、そういう滝の方がいいっていう人はね、まあ下降りた方がいいかなと思うんですけども、そんなね見えないんですよね。はい、まあ滝壺がね、やっぱ見えないとなんかね、なんかこうそんなかなっていうのがあったので、個人的にはね上だけで良かったなと、はい、思いました。まあ別にね悪いわけじゃないんですけどね、やっぱ整理されてないんで結構ね辛いですね。はい、いやー汗だくになったんでね、これから温泉行くんですけど、ちょうど良かったかもしれないっていうね。はい、先にねこっち行って良かったです。ただね滝自体はやっぱねいいなっていうのありましたんで、はい、まあねトラックが通るんで、まあ、車をやめた方がいいと思うんですけども、さっき休憩してたらね1台通りましたからね。やっぱねトラックは辛いと思うんですけども、まあ、それ以外はね、まあ、道が狭いぐらいで普通にね来やすいし、ちゃんと道通ってますから、あとはね駐車場からそんなに遠くはないので、特にね展望台まではめっちゃ近いので、はい、そういう意味ではねいいんじゃないかなと思いました。まあ虫が多いんで、まあ、私はね服を脱がずに行ったんですけども、まあ下まで降りる人はねぜひ服をできるだけ脱いでからね行った方が暑くないんで、まあ、汗だくですよ本当に。そんなに歩いてないんですけども、めちゃくちゃ汗だくになったんで、いやーねやっぱりああいうね急勾配はやっぱ薄着でね行った方がいいなって思いました。はい、ということでね、次は別府峡温泉かに向かっていこうと思います。それではね、あと30キロぐらいか。あー、11時ですか。いい感じですね。はい。まあ、風呂入ってから飯にするか、飯にしてから風呂にするか。まあ、どっちでもいいんですけども。まあ、とりあえずね、両方行ってくれと思います。怖っ、下見えるやん、怖っこれ、怖っ、怖っ、いやマジ怖いというか、雨の日これ使えないじゃないですかバイク、怖っこれ、やばっ、おー、あー生き返った、あー生き返った、
的の別府峡温泉、あと12キロですね。はい、さっきと違ってね、道がいいんでね、大丈夫そうです。もうちょっとですね、ここで曲がればいいかな。意外と綺麗なところですね。思ったより綺麗ですね、ここ。ああ、意外とバイクいますね。とりあえずね、到着しましたね。はい、人はそんなにいるような感じしないんで、ゆっくりね、温泉入れそうです。先に温泉にしてからね、ご飯にしようかなと思います。別府峡温泉でね、温泉入ってゆっくりしてからご飯ね、食べたんですけど、いいっすね。ここ最初はね、寂れてるかなーってね、そんな感じで、まあ、あんまりね、人が来ないんでしょうね。今日土曜日なんですけど、人の入りこんなですから、まああんまりね、来ないんでしょうけども、いや、飯はうまいしね、温泉もいい感じなんですよ。まあ今日はね、混んでなかったんで、っていうか、まあ貸し切れたんでね、ほんと誰もいなかったんで、なんでね、かなりゆっくりね、できたんですけども、まあ浴室自体はそこまででかくはないので、まあ数人いたらね、うん、まあまあまあかなっていう。はい、なんですけども、そこをね、貸し切りできたんで。いやー、ほんとね、こんだけいいとこなんですけどね、やっぱり立地が悪いんでしょうね、山ん中ですからね。はい、ということでね、あんまり人が来ないんでしょうけども、場所的にはね、いいんじゃないかなっていう、はい、そんな感じでした。まあご飯はね、なんだ、マス飴御膳だったっけ、食べたものの名前ね、忘れたんですけども、それもね、美味しかったです。まあマスとかアメゴの量がね、まあ一匹丸ごととかじゃないんで、はい、まあ860円か、そのぐらいなんでね、まあ半身だったりね、するんですけども、味は本当、味はいいんですよね。いや、もっと食ってもよかったなっていう。2人前とか頼んでもよかったかなっていう、そんな感じに思ったんですけど、味は良かったですね。はい、もうちょっと食べたくなったんですけども、さすがにね、うん、2食分はいっかっていう感じはしたので、まあ1食でね、済ましたんですけども、味良かったです。はい、それではですね、あとは帰るだけなんで、どうしよっかな。この後ね、どっか行ってもいいんですけども、まだ昼間なんでね、ナビが使えないことにはね、どこも行けないので、道とかよく分かってないですから、今こうやってね、適当に走ってますけど、どこ向かってるのかよく分かってないですからね。本当に、まあ正直道に迷ってるというか、そんな感じなので、次ね、行く場所は、まあ、未定ではあるんですが、まあ、とりあえずね、進んでいきましょう。適当に走ってたら、ね、トトロキの滝、この先10キロでありますよって出てきましたね。はい。こっちに繋がってましたね。はい。この道だったんですね。久しぶりにね、以前行った轟の滝のね、近くに来ましたけど、まあ今日は行かないんですけども。いや、適当にね、山の中走りに行ってたんですけども、ここだったのかってね。はい。いやー、懐かしいですね。まあこの滝もね、でかくて綺麗だったり、あとつくもの滝か、まあちっちゃい滝がね、いっぱいあったりっていうのがあるんですけども、はい、あんなとこまで行ってたらね、もう何時になるか分かんなくなるので、
そのまんまね、下に降りていこうかなと思います。まあ、このまんまね進んだら海陽町に、まあ、出るのかなと思うので、まあ、そこから帰っていったらまあちょっと走行距離足りないかもしれないんですけども、どうしようかな家まで何キロだったっけ、まあ、もうちょっと寄り道した方がいい気がするのでもうちょっと寄り道してから帰る方向になるかなと思うんですけども、引き続いてね、帰っていこうかなと思います。やっとねメンテナンスインジゲーター着きましたね。はい、いやーもう香川入っちゃったんでねしくじったかなと思ったんですけども、まあなんとかねついてくれたんで、これでね、はい、今日の目的は達成したっていうね、はい、そんな感じです。あとはねオイル交換をこれからねやっていこうかなという感じですね。家の方にね帰ってきました。はい、まあ、メンテナンスインジゲーターの方もついて、あとね距離の方も7万900キロっていうことで、はい、まあ、3000キロね前回から走ったんでやっとねオイル交換しようかなと思いますが、まあ、帰ってきたばっかでねくっそ暑くなっているのでちょっとね冷ますがてらね、まあ、簡単に点検でもしてからそれからねオイル交換して終わりにしようかなと思います。はい、